みんな、突然だけど飼ってみたいペットってあるか？猫ちゃん、ワンちゃん、何を飼ってみたい？飼ってみたいペットをコメント欄に書いて、アーニャに教えてくれると嬉しいな。ふむふむ、なになに？わー、みんないろいろ飼ってみたいんだな。アーニャもペット飼ってみたい。あ、こっちにアーニャのことを呼んでるペットの気配が。アーニャを呼んでるペットを探してくる。あ、これがアーニャのことを探してるペット。アーニャに飼ってもらいたいんだな。よーし、今日はお小遣い300円あるから、アーニャがここから助け出してあげよう。100円を入れて、レバーを操作して、よーし、このあたりでどうかな。ボタンを押してと。お、ああ、ピッと取れなかった。よーし、あと200円あるから、100円入れて、レバーを操作して、これは、ペットなんだ？犬かな？白いモフモフでかわいい。よーし、このあたりだ。お、いい感じ。あー、やったー！ペット取って。あー、いやー。え、なに？お、お、いい感じ。あー、やったー！ペット、あ、惜しい。あとちょっとだったー。ラスト100円だ。よーし、この100円で。レバーを操作して、よいしょ、よいしょ。このあたりかな。よし、こ、もうちょっと調整して、よーし。いい感じだ。今度こそで、今度こそで。ゲットならず。また今度、ここから助け出しに来るからね。こんな風に、父と母とアーニャで、ペットを可愛がれるといいな。今回、あのワンちゃんゲットできなかったけど、いつかはアーニャの家の家族としてお迎えできると嬉しいな。あのワンちゃんがアーニャたちのペットになってほしいと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれるとアーニャすごく嬉しいぞ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。今日の鬼滅のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな？最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると遊ぶームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を